はい、こんにちは、つったね徳島のカウンターです。今回はね、前回の続き、自作自具の次の工程、部品作りと鋳造をやっていきたいと思います。まあ最初、部品作りなんですけどね、この工程ではジグの目、ここね、この目とここ、この目とアイ、ここね、こことここ、この部分を作りたいと思います。で、まあ、この目の作り方なんですけどね、他のチャンネルの、まあ、画流の人っていうチャンネルをよく見させていただいてまして、それを参考に、まあ、やり方を真似した感じで、目を作っていこうと思います。で、今回部品作りの準備物がこちらになります。まずね、これホログラムシートで、穴開けポンチ、こんなやつね、穴開けポンチで、 UV レジン、レジン液と、それを硬化させる UV ライト、それと、まあ、瞬間接着剤、あとこのね、藍を作るこの部分にあるステンレス鋼線、ステン鋼線な、ルアー作り用のものですと、まあ、それを曲げるペンチ、あと油性マジック、あとトップコートになります。はい、ホログラムシートと穴開けポンチ、 UV レジン、 UV ライト、瞬間接着剤、ペンチ、油性マジック、トップコート、このあたりは全部もう100均で手に入るもので十分です。それでは部品作りの作業に移ります。まずは目からやっていきたいと思います。はい、まずはじゃあホログラムシートを穴開けポンチでくり抜いていきます。とりあえずこんな感じで4つくり抜きました。で、次はこのプログラムシートにくり抜いたやつの真ん中に油性ペンで黒目を描きます。で、続いてこの上にレジンを上に持っていきます。はい、ここまでできたら今度 UV ライトで硬化させます。はい、硬化しました。この失敗したやつでもここにはまりさえすれば全然目になるね。問題なし。目がちっちゃいけど、こんな感じ、このもりもりの目でも、まあこんな感じ。これを瞬間接着剤でひっつけて、
で、まあ、最終トップコートウレタンコートみたいな感じでやっていくんで、これに関しては、ね、自己満の世界なんで、まあ、十分ですね。これで目が完成しました。続いてね、アイの方をやっていきたいと思います。はい、それではアイ作りの方に移っていきます。で、アイ作りなんですけれども、こんな感じで木にこのね、最初釘を打ってもらって、こことここ釘を打ってもらって、こんな感じでね、距離が分かるようにしてもらった方が圧倒的に愛を作る手間は早くなります。こんな感じね、この距離、まあなければ感覚でやっていただいても構いません。それではね、曲げていきます。まず最初はだいたい適当な位置で曲げます。いいかな、まあ、だいたいですね、こんな感じ。調整は適当です。で、片方にかけてもらって、この片方は曲げる。で、ある程度曲がったらまたこの位置で曲げるっていうことで、この位置ね、この位置をペンチで曲げていきます。こんな感じですね。で、これをほど作ったシリコンに合わせてみる。はい、ドンピシャ、ドンピシャの長さですね。で、抜け防止でちょっとこの辺まで入れていこうかな。はい、OK やね。この位置も大体でいいんで、こんなもんですね。はい、ちょい短かったかな。まあまあ、これが本締まりさえすればこんな感じでね、十分ですね。完璧です、いうことないです。こんな感じで作ります。それでですね、このアイなんですけれども、作業としてはアイを作るのはこれで終了で、まあこれ見た通りなんですけど、貫通式です。ここからここまで貫通式です。で、この貫通式がいい理由は、使ってる途中に岩とか当たったりしたら、貫通じゃなかったらね、この真ん中で折れたりすることがあるみたいです。なんで貫通式をおすすめします。はい、それでは、次は鋳造の方に移ります。
you